Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous inaugurons le cycle animation du studio de la MCJP en compagnie du réalisateur Sunao Katabuchi, à qui l'on doit notamment Dans un recoin de ce monde. C'est Ilan Nguyen, maître de conférences à l'Université des Beaux-Arts de Tokyo et spécialiste de l'animation, qui va mener l'interview depuis le studio de Katabuchi Kantoku à Tokyo. Ilan-san, yoroshiku onegai shimasu. Bonjour Mohamed, bonjour à tous. Monsieur Katabuchi Sunao, le réalisateur que nous allons rencontrer aujourd'hui, est donc une figure un peu à part dans le paysage du dessin animé commercial de son pays. Il est né en 1960, il fait ses débuts en animation alors qu'il est encore étudiant, à la vingtaine à peine, en rejoignant l'équipe d'une série coproduite avec l'Italie qui s'appelle Sherlock Holmes, réalisée par Miyazaki. Il est scénariste donc sur plusieurs épisodes. Il va ensuite être assistant réalisateur de Takahata Isao sur un projet avec les États-Unis qui s'appelle Little Nemo. Il sera aussi co-réalisateur de ce projet par la suite, après le départ de Takahata. Il est adjoint réalisateur de Miyazaki sur Kiki la petite sorcière en 1989. Il rejoint le studio 4 degrés C au début des années 90 pour seconder Otomo sur un projet donc, de moyen métrage qui s'appelle un des segments sur Memories, un omnibus en 1995. Il y réalise également son premier long métrage en l'an 2000, Princesse Arrête, donc avec 20 ans de carrière déjà derrière lui, et après avoir signé une série en 96 qui s'appelle donc Classique Chien Fidèle, une série inédite en France. À partir de 2000 et de son premier long métrage, il va travailler sur un temps très long sur des longs métrages, donc régulièrement. En 2008, son second long métrage My Miracle, qui est sorti en France. En 2016, Dans un recoin de ce monde, qui est également sorti en France en salle, lui. Et dont une nouvelle version vient de sortir au Japon fin 2019, une version longue, telle que voulue par le réalisateur. Il va nous en parler, et j'espère qu'il va nous parler également de ses nouveaux projets. Voilà. Donc, on y va. この世界のさらにエキソンの片隅にということについてまずちょっとお伺いできればと思いますが、2016年に公開したこの世界の片隅にという映画があるんですけども、それに、かなり多くの、場面を付け足したこの世界にさらにいくつもの片隅にという映画が、2019年に完成しました。でこれは、よくあるそのディレクターズカットみたいなことではなくて、そうですね、主人公のすずさんという人の内面をまた別の角度から掘り下げるという映画になっています。今までは戦争の中にいるすずさんという人だったんですけども、そのすずさんの女性としての一人の人間としての姿を捉え直した、そういう意味では僕らはこれは長いバージョンを作ったということではなくて、別の映画を作ったんだ、別の主題の映画を作ったんだと考えています。それと同時にやはりその次の作品の構想もずっとねされていたというふうに聞いてますけれども、それ次の作品についてもしお聞きできる範囲で。そうですね、2017年の6月にアヌシの国際アニメーションフェスティバルに僕も行ったんですけども、その時にここにも後ろに本がたくさんありますけど、これもかなり これぐらいの本を抱えてトランクに入れて行って、ホテルの部屋でずっとそれを読んでいたんですね。それが新しい映画をこれで作り始められるなっていう、なんかこう自分で確証を得たその瞬間でした。でこれは前に2009年に「マイマイシンコと千年の魔法」という映画を作って、千年前に生きていた少女のことを登場させたんですけども、この女の子は実は実在していて、枕草子というその10世紀から11世紀にかけて書かれた随筆集があるわけなんですね。でそれを書いたのが清少納言という女性だったんですけども、彼女の若い頃、子供の頃の姿をその「マイマイシンコと千年の魔法」では千年前の少女として登場させていたんです。でもその清少納言が大人になってからどのような体験をしたかということに興味を持って、そのアヌシ以来それをなんとか映画にしたいなと思うようになったわけなんですね。それから枕草子というのは日本の宮廷社会のなんかきらびやかな側面が描かれているというふうに思われがちなんですけども、実はその時期日本には今と同じですね、大変な疫病が蔓延していたわけです。しかも一つの疫病ではなくていくつもの疫病が毎年毎年やってきて、それこそ免疫になっても次の疫病が来たらまたそれにかかってしまうという、そういうような恐ろしい状況だったわけです。なのでその平安時代の
女性が何色もの色塗ってできた着物を重ねて着てる、その鮮やかさ、あの、まあ、なんていうか絢爛なイメージがあるんですけども、ほとんどの時期は実は一色喪服を着ていたんではないかなと。その時代のことを書かれた本の中では、あの述べられているのは、みんなが喪服を着ている中で、その時に生まれた赤ちゃんだけが色のついた服を着ていた、強く印象付けられた、だと思うんですけど、そのことが書かれていたりもするんです。そういう時代のことをたまたま映画にしようと思って2017年から考えていたんですけども、まさか今年今この瞬間に世界がこんなような状況になるとは思ってもいなかったわけなんです。あの、なぜ1000年前の人たちが疫病にさらされていたということを描く必要が今あるのかっていうのは、実はですね、あの1000年前の人たちにとってはそれが感染するもの、あるいはそれウイルスとか、あの病原体があって感染するものだって知識がなかったんですね。そういう中にいる人たちはひたすらその感染することを恐れ、それでさらに想像力を働かしすぎて、そういうようなあの災いが降りかかってくるのは、あの誰かに恨まれているのではないか、恨んで世の中の人のことを恨んでしまっている、そういうなんかその悪い魂みたいなものが疫病を呼び込んでしまったのではないかというふうに、あの間違った考えを持ってしまったんです。でもそれは当時の人たちにとっては非常にあの合理的なものだと思われていたわけです。でも僕らはもっと合理的に、あの今この COVID の事態に対処できるはずなんではないかなと思うんです。でも どこかでひょっとしたら自分たちも1000年前の人たちのように、あのただ恐れてその合理性を欠いているところもあるのではないかな。そういうものが、あの1000年前の人たちの姿を描くことで自分たち自身が浮かび上がってこないのかなと思うんですね。そういう意味でその1000年前を今描くことは、あのまさにこの瞬間だから意味があると思っています。ありがとうございます。その前橋新聞の時に、その、まあ、戦後の昭和30年ですか、それからとその1000年前 の現実、そして、この世界の片隅にその、まあ、戦時中というもう少しあの遠い過去で、今度はその本当にもうあのあくまでも1000年前の現実を取り上げるというこの意図についてぜひあのお伺いできれば。そうですね、あの一番最初は僕はあの1960年の生まれで、前々進行の時代は1955年なので、あの自分の子供時代を少し前に延長すれば、なんかその自分でもその時代の手触りが感じることができたんですね。でもそれよりもさらに10年遡ると、そう日本が戦争の真っ只中にあって、僕らからはなんかまるであの想像もできないようなあの時代であったし、それから人々も戦後に生きている僕らとは全然違うような服装をしたりとか、別の考え方を持たされたりしていたわけですね。でもそういう時代に、この世界の片隅にという題名ですけど、世界というのはいろんなデテール、細かいものが集合して一つの世界になっているんですけども、その世界を分解して一つ一つのデテールをきちんと描いていけば、いつかその時代にたどり着けるのではないかな。なぜこの一つのものがこうなっているんだろう、あるいはこの辺にあるものがこうなっているんだろうっていうのを考えなくて、極めて調べながらやっていけば、あのその正しいその時代の風景を描けるんではないかな。そこにまるでそうですね、タイムマシーンで僕らがその時代に旅してその時代を体験するかのような、あのそういうような映画が作れるんではないかなと思ったのが、この世界の片隅だったんです。でそれは、およそ75年前の世界を描くことができた。だとしたら同じような、その僕らがその映画を作るタイムマシンをもっと遠くまで飛ばせないのかなと思ったのが、1000年前まで、平安時代まで行けるのではないかなと思ったんです。でもその時に本当にその何か人の、その当時に生きてた人のその何ですかね、肌触りみたいなものを感じることができたのは、あの当時の人もそういう疫病の中にいたんだなというところに共通点があったような感じの気がします。すると一方ね、その1000年も前の昔の日本などは、ディテールなど手がかりが非常に極めて限られてるんじゃないですか。どのようにそれを探求するんですか。そうですね、一つはあの実際にそうですね、前々進行と千年の魔法の時は、あのその場所に行ったわけです。
たまたまその時に1000年前 の, 建物が建っていた後発掘調査していたところだったんですね。日本 の, 建物は石造りのものヨーロッパの建物とは違って木で柱ができていて、それは遺跡になっても柱の跡しか残ってないわけです。で土を掘っていくとその土の中に色が違っているところがあって、それを丸い形になっていて、そこをこう掘っその色の違う土だけ抜けてみると柱の穴が出てくるわけなんですね。でたまたまその清少納言が子供の頃に住んでいたその建物そのものの柱の跡を僕たちは目の当たりにしたわけなんです。そして柱の跡と跡をつないでみると、どんな建物だったか、どんな大きさの建物だったか、あるいはその母屋があって、それに使用人たちの小さな建物が横にあるわけですね。それから全体を大きな塀が囲っていたりとか、そういう細かいことが分かってきたわけです。それからもう一つは、さっきから清少納言、その1000年前の少女が大人になってから本を書いたと言ったんですけども、この本の内容はストーリー、要するに何ですかね、ドラマ仕立てではないわけですね。物語ではなくて、自分がその瞬間に、彼女がその瞬間に体験したこと、それから思ったことが事細かに書いてあります。それが非常に僕ら の, 今の心情と一致するところが非常に多いわけですね。一致しながら、でもこんな風にしながら生活していたんだなっていうこともわかるわけです。ですからそれにプラスして、あとは絵巻物というものがあります。これは高畑勲さんも深く研究されていたんですけども、その時代10世紀とか11世紀ぐらいにはたくさんの絵画が日本にで描かれて残されているわけです。それを探求していくと、こういう時にはこんな風な服装をしていたんだろうとか、こんな例えば馬を飼っていたら横で一緒に猿も飼っていたりしましたね。日本ではその猿と馬が仲良しだっていう、でもそういうような細かいことがたくさん分かる資料を集めていけば、いつかその1000年前の世界も僕らの目に見えるように描けるようになっているんじゃないかなと。それは本当に難しいその世界の再現の仕方だと思うんですけども、だからこそ、ある一つの方向ではなくて、多様な方向からその一つの時代をこう照らし出すことをこうするわけですね。そうすればある方向からだけ光を当ててみると影ができるんですけど、その影の方向にもう別 の, 例えば一つは考古学、一つは国文学と呼んでるんですけど、その文学、当時の文章を読み取る、それからもっと当時、残されていた記録文章があるんですね。それを紐解いてみる歴史学、それから地政学みたいなことですね、地形がどんな風になっていたか、そういう地理の問題、それもいろいろこう一つに総合していけば、なんていうんですかね、フォーカスされてくるわけですね。枕草子の冒頭のところでは、春は獣という文章から始まっていて、春は朝が良い、でその朝には近くに山が見えて、京都というのは街中に山がないんですけど、じゃあどの山だったら見えて、清少納言はその時どこにいたのかなっていうことを考えていて、ほぼこの山なんではないかなっていうところまで行き着くことができていて、ひょっとしたらまた違う山かもしれないんですけど、かなり蓋然性が高く、そこに清少納言がいて、その背後を 見上げるとその山があり、目の前を見ると京都の街が広がっていた、そういう場所で枕草子を書き始めたんじゃないのかなっていうことを想像することができるわけです。そこに行って、あ、この場所がそうだったんだ。で残ってはいないんですけども、彼女たちの足跡をなんか見つけに行く、そういう旅をしたいんですけど、今ちょっとそれこそコロナの影響でなかなか出歩くことができなくなって、少しそういうジレンマがありがとうございます。2017年のアヌシで、ね、作品が特別受賞されたというのもありますけれども、それと去年はね、アルザス地方に、ね、はいはい、1週間のワークショップで講師としていらしていただいて、向こうの若手のアニメーターたちと課題を出して、ね、いろいろその講演もしていただいたんですけれども、そういった海外との具体的な文化交流をこれからもこう続けるご関心について、あるいはその意味について、ぜひお伺いできればと思います。
作品というのはやはりどうしても自分を基準にして作りますね。それから自分が思い浮かべる観客っていうのは自分の延長にあるような気がするわけです。でもそれはむしろ異なる文化を持っている人たちの中に行った時にその作品が通用するかということは大事ですね。自分たちが作ったものが測られる尺度として非常に大事だと思っています。どこまで共通した認識で見ていただけるのか、それからそうではなくてまた新しいこんな見方ができるのだっていうそういう何て言うか刺激を受けることもできるわけなんですね。それでいてここ数年もっとかな自分が作った作品を通じてそうですね、海外の人たちと触れ合ったりあるいは海外の作家の作品を見たりしていて、その文化とかあるいは国ごとの何かを乗り越えてもっと大きなところで気持ちが通じるところがすごくたくさんあるなというふうに思えてきたわけなんです。それでいてその気持ちの表現の仕方が多種多様なのがすごく面白いです。我々がやってるのはどんな表現が作り出せるかというようなことですから、それは本当に同じようなことなんだけどこんな風に語ることができる、こんな風に描くことができるんだな、それの刺激をたくさん受けるので本当にその海外の方との交流は自分自身にとっても大変大事なものだと思っています。この世界のさらにいくつもの片隅にという作品が昨年末日本で公開されて、今年も確か映画祭という形でフランスの方でご紹介できる機会は期待されてたんですけれども、ぜひそのフランスでのその作品の紹介について教えてください。フランスも含めてなんですけども欧米圏で の配給が、そうですね、それこそコロナのせいで止まってしまっていたんですけども、牧太郎プロデューサーが、自分で、それぞれの国の配給会社と直接、交渉することによってそれが早く早期に、配給されることが実現できるようにということをもう動き出したということなので、そうですね、本来ならば2019年に日本で公開されて2020年からはフランスを含めた皆さんに見ていただけるようにしたかったんですけども、少し遅れるかもしれませんけども、いろんなところ国フランスも含めいろんな国で、ご覧いただける機会が、ようやく作り出せるようになってきています。もうちょっとお待ちください。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、以上です。以上です。はい。さらにいくつもの片隅に。